安倍政権以降、父として議論が進まず、事実上実現は不可能と見られてきた、女性天皇。しかし、愛子さまのご成人前という、滑り込みのタイミングで、菅義偉首相が退任を表明、状況は一変、女性天皇実現へ巧妙が見えてきた。女性天皇実現の議論は、2004年、小泉純一郎元首相の下での、皇室転半に関する有識者会に、 の発発足に端を発する。政治部の記者は当時は1965年の秋篠宮様以降男性皇族のご誕生がないことに対する危機感がありました小泉政権は女性・女系天皇を容認する方向で法案提出の準備を進めていましたしかし2006年の秋篠宮家長男の悠仁さまの誕生により 安定的な行位継承策は喫緊の課題ではないと判断された。政治部の記者は、団系の維持に強く固執する安倍晋三前首相は、総理に就任した10年前から、この議論を止めていました。その流れを汲んだ菅義偉首相も、表だった発言を避けてきた。しかし、今回の総裁選を機に、菅内閣の退陣が決まりました。現在、 次の総理を選ぶ自民党総裁選は、混戦の様相です。誰が勝ち抜くかによって、愛子天皇、実現が大きく前進するかもしれません。岸田文雄氏、高市さない氏が立候補を表明、河野太郎氏、野田聖子氏、石橋茂氏らも、有力候補として名前が挙がっている。政治部の記者は、安倍氏の支援を受けている高市さんは別です。 しかし彼女以外の候補が総理になれば女性・女系天皇実現に向けて一気に議論が進む可能性が高いでしょう国民に真摯に向き合うならばこれ以上議論を先延ばしにできないはずです例えば2020年8月河野氏は男子がいなくなった時は愛子さまから順番に女性の皇室のお子さまを天皇にしていくというのが一つある と発言している。2020年9月、石橋は、女系天皇という選択肢は排除されるべきでない。と発言している。